こんにちは、奈良岡莉子です。そして同級生のサウナフレンド、はい、あやぽんです。あやぽんです。ということで本日サウナ女子が行くということで、こちら新宿にありますゆくしというサウナにやってきました。駅から徒歩5分ぐらいとめちゃくちゃアクセスがいいんですが、なんと貸し切りで使えるサウナがあるということで、整っていきたいと思います。行ってきます。今回サウナのみの利用でしたが、1階は宿泊施設となっているので、サウナとお泊まりも楽しむことができます。2階のサウナ受付へ行くと、お水やアメニティ、あとオリジナルサウナハットなんかも売っていて、手ぶらで行けちゃいます。1人用のシングルルームと2名用のグループルームがあり、同性2名で使うことができます。ホテルの一室のようなピカピカの綺麗な作り、まだオープンして間もないので新築のいい匂いがします。そしてこの広さ、個室サウナとは思えません。そしてこのガラス戸を開けるとサウナ室です。縦長の作りですが、横幅もしっかりあるので窮屈に感じません。アロマ水が用意されており、セルフロウリュ可能。カルビアンのストーブでパワフルなロウリュを楽しめます。温度は90度ほどですが、ロウリュすることで体感温度はさらに高く感じます。このガラス張りのおかげでテレビがね見れちゃうっていうのも嬉しいポイント。そして水風呂までの動線ですが、浴槽を水風呂代わりに、シャンプー類もあるので、もちろんお風呂としても使えます。かけ水なしで入れちゃうっていうのがこの貸し切りサウナの良さですよね。そして休憩はお好きなところでどうぞ。2名分にはもったいないぐらい、全部で椅子4脚もあります。サーキュレーターもあるのでしっかり涼めるし、整え散らかしてても電話で終了時間は教えてくれるのがありがたい。 Bluetooth スピーカーで好きな音楽も流せちゃいます。そして個室サウナには珍しいかなと思ったのがこちら、お手洗いがお部屋にあります。結構ね別のところにねついてるところがあったりするんですけど、このお部屋だけで完結するのも嬉しいなと思いました。はい、ということで今回は動画撮影のために水着に着替えていますが、普段はね貸し切りなのでボンボンで入ってくださいってことで、サウナの前には水分補給。倍ぐらい飲まないダメなんだよね。そう、大事。サウナハット可愛いね。うん、可愛い。なんか淡いブルーだよね。しかもすごい被りやすい。そう、軽くて大きくて軽いし大きいからガバッと被れて、女子にも男子にもおすすめ。可愛い。じゃあサウナ行きましょう。永遠に入れちゃうやつだね。はい、結構強い。汗わかる。あ、わかる。わかるわかる。ピントが合いました。そこにテレビあるじゃんね。うんうんうん。でさ、これガラス張りだからテレビつけてたら見れるわけよ。ちょうどね、個室サウナでテレビあるとこ私初だわ。いやー、すごい。本当だからもうゆっくり、うん、どうぞスタイル、ね。これ2人入れんじゃない？入れそう。せーの。あー、すごい。やばい。気持ちいい。2人余裕。かけ水なしっていうね。で、あったよ。あー、20度、うん、ちょうどいい。やばー。あ、気持ちいい。あ、
え、広々すぎないマジ。いいえ。あ、気持ちいい。予想外なちょっと ねサウナだったね、うん、思ったよりもまず広い広い個室サウナって本当窮屈なイメージがめっちゃあったし新宿よ新宿駅だよこんな ね新宿ど真ん中で真ん中にあるんだっていう結構感動しましたしあとサウナもしっかり熱々でね熱々しっかりバチボコドンギムリさせていただきました素晴らしかったです素晴らしかったです泊まりもねあのできるホテルもね併設してるんでね、うんゆっくりしてなんか新宿飲みに行ったりしてもいいんじゃないですか最高最高プランでいってらっしゃいぜひチェックしてみてください、はい、ということでサウナラーサウナラー